えのけー、掃除クソがいいよ。はい、ということでどうも、むしちゃんでーす。撮影日、10月19日でございます。イェーイ、イェーイ、疲れない。あ、そうだ。そうです。ということでですね、今日は私の3歳の誕生日でございます。おめでとうございます。また一つ年を取ってしまいましたけど、これはですね、撮影時期が、ハロウィンが近いということでですね、ハロウィン要素、かっこ笑いが、ハロウィンの要素もね、楽しめる動画と、素晴らしい。あ、外れちゃった、外れちゃった、取っ手が。タマさん、これ何ですか、はい、これ包みは。ムシちゃんへの誕生日プレゼントでございます。マジで？マジです。俺生まれてこの誕生日プレゼントなんかもらったことないから。まあ、3歳だもんね。そう、3歳だから、これは、なんですか、どこで買ったんですか。2時間、お店を歩き回りました。マジで？はい。あ、でも期待していいね、これは。はい。むしちゃんの好きなものを集めました。マジかよ。外中誕生祭、プレゼント開封するぞ。ということで、一つ目いきますよ。はい。せーの。はい。これは、メラミンスポンジですか、タマさん、これは。そうですよ。これはいいね。はい。まあ、寝る前に掃除します。掃除してください。でもさ、タマさん。はい。100円ショップでね。違います。違うのこれ。はい。100円ショップでこんなの何百円です。これ何百円するの？まあ高いよね。高級だから。高級なメラミンスポンジ。そう。ああ、じゃあまあこれで水回り掃除したらいいねって感じ。そうです。ああ、そう。じゃあまあこれとはこれ使えるよ。次、じゃあ、あ、この袋みたいなやつでいけるかな。せーの。はい。あっ、これは、ステーキアーモンド。そうです。俺食べれねえじゃん。知ってます。知ってます。知ってて買ったのこれ。買いました。売ってました。いや、売ってたの知ってる。だってあなた買ったんですよ、2時間あるなって。そうですよ。なんで食べれないのかって。嫌がらせ、これ。いや、違う。ぜひ飾ってください。飾る？はい。焼きアーモンド？はい。飾るの？机に飾ってください。パソコンの横にドンと。ああ、わかりました。じゃあ、焼きアーモンド見ながらバイトします。じゃあ、次。もっくりしてるやつが欲しいな。せーの。はい。これは、何ですか、パワさん。これはですね。はい。サイコロのおもちゃです。サイコロのおもちゃ。二郎となりますよ。ほんと、鈴入ってるね。なんで僕のために買ってきたの？ぜひ遊んでください。僕が、これをもらって、遊ぶために買ってきたの。そう。はい、マイクラ好きだから、こういうの好きかな。あー、なるほどね。まあいいや。まだ当たったのかな。はい。でも、せーの。はい。これ何ですか、これ。プリンセスティアです。カタカナ読んでください。いや、読めるけどさ。カタカナ読めるよ。マインクラフトできてんだから。あ、そっか。なんでプリンセスティアだ。いや、それは虫ちゃんが装着してやるんだろうと。まあいいや、それはいいとしてさ、タマさんさ、これさ、全部100円ショップだよね。いや、これ、2、3万円する本当のやつ。そうそうそう。2、3万 !2000 万円ぐらいするやつ。2000万円するのこれ。そうそうそう。マジで2000万円ってこんなちゃっちり放送に入ってるの？いや、まあいいや、次ね。いくよ。うん。せーの。はい。はい。みんなのお医者さんセット。まあ、医師免許なくてもね。ああ、お医者さんなれるよってことで。たまさんさ、はい。勘違いしてるかもしれないけどさ、私、幼児じゃないのよ。え？いや、A じゃなくて、幼児じゃないの。そうなの？そうだよ。そうだよ。私、こういうの遊ばないのね。嘘。嘘じゃないの。あ、でもこれもしちゃ遊べるでしょ。大丈夫です。3歳以上全然。あ、ほんとだ。次ね、もう残り少なくなってきたね。細長いやつがあるね。タッチペンとかだったら嬉しいね。うん、せーの。はい。いよいよ何これ。スポンジですよ。隙間掃除シリーズ。隙間掃除するためのスポンジなんだ。一つ言っていい？うん。これなんでさ、今までの100円ショップだったのにさ、無印良品だの。なんか、100円ショップと無印良品で2時間マシができましたの。100円ショップって言っちゃったなぁ。認めてるやん。これ多分最後なの。今までのはまあ正直ゴミですよ。これは期待していい。いくよ。はい。せーの。はい。はい。BB ラン300発セット、イェーイ。何ですかこれは。BB ランですよ。わかるんだよ、それは。今までのものに銃入ってなかったし、俺エアが持ってないのよ。これ何何のため？食べてください。食用なのこれは。食用です。後ろにさ、BB ランは食べ物ではありません。口の中に絶対に入れないでください。窒息の危険があります、書いてあるの。食用なのこれ本当に。虫さんだけ食べれます。食べればいいよ。食べてください。いきます。いただきまーす。うぅ